大人の店徹底解説パート2です。そこからちょうど1時間で夜のお店飲み屋さん編が終わりました。次 H なお店編です。ガールズバーとは違うね。ラウンジは隣に座ることもあるっけ。まあ、カウンター越しに喋るところは確かにガールズバーと近いんだけど、ちょっと区分けが違うかもね。料金形態とかが違うかも。あ、まあそう、女の子のいるショットバー近いかも。マジでそんな感じ。そうですね、 H なお店編やります。どっちもやります。今までは別にまあセクキャマを置いといて、そのエッチなことしたいから行くお店ではないですよ。ここまで言っておきます。さっきのお店は楽しくワイワイお金を使いつつお酒を飲む場所ね。ここからはあの男の人が大好きなエッチなことをするお店編です。すごいね、動物が117。わあ。ここからが H です。あのエッチって書くとなんか良くないかなと思って H なお店にさせていただきました。そうですね、ここからちょっと区分けが変わってきます。その前に一旦タバコを吸わせていただく。あれおかしいな、これなんか別に全部喋って1時間いくかなとか思ってたんだけど、あ、1時間超えてんだけど。メインディッシュですね、ここから。まあ皆さん気になると思います。実際夜のお店ってエッチなお店行ったらどこまでしてもらえるの、どこまでできるの、お金ってどんぐらいなの、まあいろいろ怖いことはあるかと思いますが全部教えてあげましょう。昨日の金井先生も1時間ぐらいって言って24時超えたでしょ。ほんとそう、最初に言われてたからね。まあ、1時間か、長くなっても1時間半ぐらいなのでみたいな。まあ、緊張すると思うんですけど頑張ってくださいみたいに言われて、あ、はいはいみたいな。で2000人見てた。2000人ってなりながら喋って、頑張って喋って、気づいたら2時間経ってた。シーナ水木ありがとう。タバコ代の足しにさせていただきます。スパスパさせていただきます。スパチャで男女の H について語り合いましょう。まあ、僕はねどちらかというと、まあ、飲み屋も結構やったけど、まあ、H なお店も割とやってるからこっちの方が割とわかるかな。ナイスパリシュー。そうね、怖いよね。こんな同説100人の前でだって喋ることないよ。全校集会じゃん。じゃんこんなの。うい、行くぞ H なお店編ネクスト。まずはみんな大好きファッションヘルス。もちろん経験あります。なんなら僕が現役で働いているのはファッションヘルスです。で、まあ価格に関してはあれですね、大衆店の場合とさせていただきます。まあ高級店とかいろいろあるんですけど、高級店だったらまあ行くとこだと本当になんかなんだっけな、2時間で20万とかそういうなんかぶっ飛んだお店もあるし、安いお店だったら本当になんか1時間8000円みたいなお店もあるけど、まあ、基本的に平均の大衆店の場合とさせていただきます。みんなだってデリヘルとかさ言うでしょ。でもファッションヘルスだから大まかな区切りとしてはファッションとは、まあ、ファッションヘルスですよ。20万とかになると芸能人級の女の子が来るらしいですけど、本当かと思っています。ヘルスネも高級ありますよ。そう、H のお店はマジピンキーなんで、とりあえず、まあ、デフォルトの大衆店ですね。まあ、大体価格的には、まあ、60分1万5千円から90分2万円あたりが相場かなと思います。大衆店で。で、まあ、おすすめのコースで言うと、90分コースがおすすめですかね。やっぱりなんかこう、60分ってなると一緒にお風呂ゆっくり使ってたりとかすると結構バタバタしちゃうから、ちょっとまあちょっとだけあのお金出していただいて、まあ90分ぐらいにしていただけると大変こちらとしてもやりやすいですね。そう、ファッションヘルスの一つがデリヘルですね。で、どんなお店、店舗型、デリバリー型、受付型っていうのがあって、これがいわゆるあの店舗型っていうのが箱ヘルって言われるやつで、デリバリー型がデリヘルって言われるやつで、受付型はホテヘルって言います。ここテストに出ます。初めてでも90分の方がいいの？まあ人によるけど、
まあ、初めてなら初めてで、なんかこう、お話とかちゃんとしてくれた方が僕的にはありがたいから、初めての方でも90分で撮ってくれる人が意外と僕のお客さんの中には多いかな。まあ、60分でも別にいいんだけどね。ただ結構バタバタしちゃうから、まあ、90分撮ってくれたらやりやすいなとは思います。おソープとは違いますね。おソープはまた後に出てきます。そう。バタバタしちゃったりとか、なんか、あと5分でシャワー行かなきゃいけない。でもまだ行けてないみたいな感じでバタバタしちゃうよりは、まあちょっと長めに撮って、ちょっとのんびりしながらするのがええかなと思います。ホテヘルはデリとは違います。じゃあここで説明していきましょう。店舗型ヘルス、いわゆる箱ヘルというやつは、まあソープみたいな感じで、お店に行って、お店の中のルームで女の子とエイチなことをします。なのでこれも箱ヘルってやつですね。店舗型ヘルスは箱ヘルと呼ばれています。で、デリバリー型。デリバリー型はデリヘルってやつです。あ、箱ヘルの中にもね、そのマットヘルスもあれば、普通に、中で普通にエッチなことを、それなんか、デリヘルと変わらんことをするお店もある。いろいろ。マットが売りの箱ヘルもあるし、マットなしの箱ヘルもある。そう、ホテル代がかからないのが店舗型ですね。デリバリー型はデリヘル。まあ基本的にまあラブホテルだったり、まああんまりやめてほしいけど、なんだろう、あの普通のホテル、なんていうの、ああいう普通のサラリーマンの方とかが泊まるようなホテルとかに呼ばれたりだとか、あとはまあご自宅だったりとかに女の子が車で運ばれてって、そこでまあいいちなことをするって感じですね。そう、ビジホビジホ。まあビジホに呼ぶのはやめてほしいかな。ビジホはやめてほしいかな。できればね。できれば、やめてほしいかな。できれば、まあ、ラブホテルが一番いい。二番目が、まあ、自宅は、あんまりできれば行きたくないけど、まあ、自宅。まあ、ビジホは結構嫌。そう、マジで、ビジホで、受付とかで引っかかって、外に出されちゃうとかもあるから、ビジネスホテルではあんまり呼ばないでほしいかも。しょうがないよね、でもなんかね、出張とかで来てね、ちょっと夜、なんか、呼びたいなってなっちゃう気持ちはわかるんだけど、カプセルホテルではできないね。シャワー入れないね。そう、ビジホだとビジホ側に拒否される可能性がある。受付とかにバレると、なんか、宿泊者以外は入れませんみたいな感じで、めっちゃなんか僕が怒られて、呼ばれたのになんで怒られるんだよってことが起こるから。衛生的にはビジネスホテルの方が良さげなんだけど、ラブの方が止められるリスクないからいいのか。だし、なんかビジネスホテルってやっぱりお風呂も狭いし、ベッドも狭いから、それよりはやっぱラブホテルってやっぱそれ用のホテルだからさ、お風呂も広いし、綺麗だし、ベッドも広いし、ちょっとなんか汚しちゃったりとかしても平気だから、まあラブホテルが一番安牌かな。別にね、自宅に呼ぶのもダメなわけじゃないんだよ。ただ、自宅に呼ぶならある程度お部屋をお片付けして、ちょっとなんかね、ベッドにタオル敷いとくとかしてくれると気持ち的に嬉しいかな。すんごい汚いお部屋とかね、なんか、めっちゃ排水口詰まってますやんとか、おベッド、シーツ何年洗ってないねんみたいなところに呼ばれると結構、帰りたいってなるから、よろしくお願いします。自宅に呼ばれる方はぜひ、ご自宅のお掃除をよろしくお願いいたします。情が指定するわけではないね。もう情は、デリヘルの場合は、もう呼ばれたらその場でもう行くしかないからね。